この間仕事場で起こった話をしようと思いまして、今医療事務で働いてまして、とある、まあ、眼科の病院の、うちの病院のハウスルールみたいなので、日曜日は基本休診でお休みなんですけど、一人だけ休日出勤して土日の間の入院患者さんのこの検査しましたとか、こういう薬処方されましたっていうのを入力しなきゃいけない係っていうのがありまして、先月に私はその係だったんですよ。モンスター片手に私は普通に出勤をしてたわけですよ。当然なことながら私以外に人はいません。誰もそのフロアには、上のフロアには入院患者さんが何人かいて、で、まあ、看護師さんとか常勤の方がいらっしゃるみたいな感じなんですけど、まあ、そこをカタカタしてたら、事務室から病院の外来の受付っていうのが見えるんですけど、そこから小さい女の子の声でバイバイって聞こえたんですよ。テレビもついてなければ電気もついてない、病院の電気消えた薄暗い状態で、ちっちゃい女の子のバイバイって4歳くらいの声が聞こえて、全然その時に何も感じなくて、あ、入院患者さんかなと思って、最初眼科でも斜視とかちっちゃい子が、まあ、入院することもたまにあるので、絶対その子だろうと、私が知らなかっただけでそういう子がいたんだろうなと思って、入院患者さんの病名とか売ってたんですよ。全員分病名とかを売って、ふと気づいたんですよ。あれ、今日の入院患者さんみんな白内障じゃね、病名なかったんですよ、その入院の患者さんの中に。じゃああの子誰みたいな。一縷の望みで、うちの病院寿退社する看護師さんとかも多いから、ご家族とかが連れてきて遊びに来たのかなとも思って、カルテを病棟のナースステーションの方に、病名打ち終わりましたって言ってカルテを返しに行って、そういえばさっきなんかお子さん受付の方にいらしてましたかって言ったんですよ、うん、そしたら何のことって全員言い出して、その人じゃなかったっていうね。やっぱさ、病院ってさ、そういう話とかめちゃくちゃ多いんじゃないの。でもうちの病院怖いのが霊安室すらないんですよね。眼科なんでそもそも人死なないんですよ。職場行くの怖くないそれ。いや、もうなんか慣れちゃって、一回本当にやばいのだと階段からそのまま突き飛ばされて落ちちゃったんですけど、 2,3 段で落ちたんです。軽症で済んだんですけど。手の感覚とかあるの、その押された、棒で押されたとかじゃないわけでしょ。両手で押されたんですけど、右手はパーだったんですけど、歪んでなんかねじれた感じの、なんか手の甲で押されたみたいな。見たくないものを見えちゃうってのは結構辛かったりするよね。いや、もう慣れちゃいました。